延暦13年の794年、桓武天皇により平安京は京都に遷都され、千年にわたる長き歴史の中で日本を代表する文化遺産の社寺、仏閣、庭園が多く造形され、世界に誇る観光都市京都は育まれたのでした。そして1994年にこの古都京都の多くの文化財が世界遺産に登録されたのでした。銀閣寺は文明18年の1486年に、足利義政が祖父義満の北山殿金閣寺に倣い造営した東山三層をその意思に従って寺としたもので、正式には自称寺と呼ばれる古刹です。義満の建てた金閣寺に代表される華麗な北山文化に対し、義政は才能と財力を惜しげもなく注ぎ込み、気品と地味な味わいを演出し、東山文化として侘び寂びの古丹幽玄の桃源郷を創造したのでした。金鐘地を中心とする庭は紀泉回遊式庭園で、庭園をゆったりと巡り歩き、風景の変化を楽しむのが正統的な散策とされています。金鏡地は中ほどで大きくくびれ、西に銀閣、東に東宮堂が立っています。書院造りの東宮堂は義政の持仏堂として建てられた建物で、内部には義政の木像が安置されています。大海原と彼方の山を想像させるシラスの造形、銀砂壇の整然とした波形にまず目が奪われます。そして富士山に見立てて砂を盛り上げられた光月台。ここ銀閣寺は東山文化サロンを形成し、茶道、華道、香道、能の達人たちが多く集い、日本伝統文化誕生の地でもあるのです。
応永4年の1397年、足利義満は衣笠山のふもとに北山殿を造営し、北山文化を育みました。義満の死後、北山殿は義満の遺言により菩提所寺院として全札に改められ、義満の法号にちなんで六音寺と命名されました。その庭園は衣笠山を借景とし、京湖地に当時の諸大名が献納した名石を美しく配し、九泉八海を再現する室町時代を代表する浄土庭園なのです。玉砂利の参道を行き、総門をくぐり抜けると、黄金に輝く三層からなる砂利殿が人の目を驚かせます。この金閣は鎌倉時代の西園寺家の元別荘で、足利義満がこれを譲り受け、10年の歳月をかけて北山文化の華麗なる極楽浄土の現出を試みたものです。その金閣も昭和25年7月2日の未明、額装の放火で炎上し、同30年に忠実に復元されたのでした。この愛称金閣寺は1994年に銀閣寺とともに古都京都の17の社寺と城の文化財として世界遺産に指定されたのです。この金閣寺と庭園は伝統的な公家文化と武家文化が融合し、浄土教の思想と禅宗の心が一体化したいわゆる北山文化を象徴する室町時代の名勝なのです。一層は神殿造り、二層は武家書院造り、三層は中国風禅宗仏殿造りとなっており、この二層三層が金箔で張り巡らされて見事な建造物を誇るのです。京湖地に姿を映す金閣は訪れた者の足を時を忘れてとどめてやまないのです。重厚なる仁王門の南大門、仁和寺は仁和2年の886年に高校天皇の直願寺として大内山のふもとに起こされ、同4年に
宇多天皇によって完成を見た寺です。宇多天皇が退位後、出家してこの寺に入り、以降明治維新まで王子高尊が門跡を継ぎ、この寺はお室御所として格式を誇ってきたのでした。平安時代の仁和寺はおよそ2里四方の寺地を要し、その数78から108もの道東伽藍や印下寺院がありました。しかし度重なる火災戦火に遭い、それらのほとんどを焼失したのでした。近世に至り徳川家光の寄進を終え、また朝廷より紫宸殿、清涼殿、常御殿などを賜って、お室御所が再興されたのでした。国の重要文化財に指定されている江戸期に建てられた五重の塔。桃山時代建造の気品ある紫宸殿金堂は、徳川家光の寄進を終え御所より賜われたもので、宮殿建築として御所の趣を多くとどめる貴重な文化遺産となっているのです。金堂の西にある檜皮葺きの屋根が美しい清涼殿。王朝の雅やかさを忍ばせてくれる仁和寺は、春には遅咲きの八重桜であるお室の桜にも彩られるのです。
平安末期、藤原実吉が衣笠山の西南の麓に山荘を営み、仏堂を建て徳大寺と号しました。宝徳2年の1450年、細川勝元がその徳大寺の地をもらい受け、書院を移し北条として創建されたのが龍安寺の始まりなのです。北条前の庭は草木一本見当たらず、三方を低いくすんだ油戸塀が囲んだ狭い白砂の庭で、ただ15個の石が整然と配された枯山水庭園として世界に名を馳せる名庭なのです。この寺を訪れた時、ただひたすらに庭と向き合うことで無心の宇宙を問わせてくれるところなのです。白砂に配された石、人々はこの石庭を虎の子私の庭とも呼んでいます。その庭自体が完結の美を追求し、それを目視する者に禅の境地、我ただ樽を知るの精神に没入させてくれるのが龍安寺の石庭です。二条城は慶長8年の1603年、徳川家康が京都御所の守護として、また将軍上洛の時のお宿泊所として造営され、三代将軍家光が寛永元年の1624年に完成を見た城です。城内の建造物は豊臣秀吉の華麗な遺構と桃山文化の全貌を見事に現在に伝えるものなのです。二の丸御殿は総面積3300平方メートル、部屋数33、畳800畳に及ぶ大規模な武家風大書院造りで、当時の形式を唯一現存させる大切な建築遺構なのです。特別名勝とされる二の丸庭園はこの城創建時の庭とみられ、小堀遠州の手が加わった書院庭として貴重な庭園です。
また家康が征夷大将軍に任命され拝賀の礼を執り行い、徳川時代の幕開けの場所となり、徳川慶喜の大政奉還がなされ、徳川時代の幕引きの舞台ともなったところなのです。大都市京都のただ中にあって、本丸御殿と本丸庭園は静謐と優雅さを誇ります。この徳川家の威光を誇り、華麗なる桃山文化を堪能させてくれる二条城は、ユネスコの世界遺産に登録され、後世に大切に引き継がなくてはならない、世界に誇る日本の文化遺構の一つなのです。